ーのにゃん吉です。ナナです。ルルです。はい、この番組では沖縄県内のサブカルイベントの情報やお店のゲストさんを招いてサブカルについて発信していく番組となっております。はい、この放送現在生放送が、収録放送になっておりまして、生放送ツイキャスにて配信中となっております。コメントをお待ちしております。はい、この番組の提供はオリジナルキューバサンドが大人気、那覇市牧師屋台村の裏通りにお店を構える音楽好きが集まるダイニングバーバスドラムスの提供でお届けいたします。はい、はい、ということで誰か告知ある方、ルルさんからどうぞ。ドーンドーン。番組でもね、去年からちょくちょくやってました、はいはい、ライブ感覚でカラオケをという。ああ、そうですね、ライカラ。こちらがようやくお客さん入れてのイベントになりました。おお。日曜日、お昼の3時から夜の9時間の間で開催いたします。場所は、うん、那覇市の牧師にあるコンカフェキャンディーを貸し切って、キャンディー、ソフトドリンクが、3時間飲み放題です、うんうん、カラオケは無料でございます。無料、無料なんですね、カラオケは。カラオケで、生ドラムと生ギターと生ベースが待機して、うんうん、すごい楽しい会になると思いますので、うんうん、皆様10月1日日曜日、早い時間からカラオケとお酒で楽しみましょうという企画でございます。一緒に楽しみましょう。やった、ルルさん主催ですね、これは。ナナちゃんもね、遊びに来てください。はい、勧誘。スタッフに近い感じでお願いします。一応主催はサブカルって何なのとライカルになってますので、およろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。では早速ですが、お待ちかね、本日のゲストさんお越しいただいているのでお呼びさせていただきたいと思います。本日ゲストはですね、女性ボーカル限定フェスなども開催されており、毎回この告知でも皆さんにお伝えさせていただきました、バスドラムさんの、ね、たつきちさんが来ていらっしゃっております。たつきちさん、イエイ。どうもです。お願いします。お願いします。元気決まった、バスドラムさんです。どうも、すごいありがとうございます。いつもお世話になっております。いえいえいえ、めちゃめちゃファンなんで。嬉しい。ルさんのおかげだ、本当にありがとうございます。いろいろですね、ミサの話だったり、活動だったり お聞きをできればと思うんですけれども、ご覧になれてる皆さんに簡単にどういった活動されてるのかという自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、辰吉って言って、県内でドラマやらせてもらってて、で屋台村の後ろでバスドラムスっていうお店と、あとは宝レコードっていう楽器屋さんでもドラムパーカッション専門のちょっと担当させてもらったり、県内のライブハウスとかでもドラム叩いたり、いろいろこうなんかやりまくってるんで、ぜひチェックよろしくお願いします。すごい、深いすぎる、幅広いね。ドラムもやったり、バーの店主さんもやったり、こうドラム専門の担当をされていたりという。そうですね、意味わかんないけど自分でも。メインが何か一つあるわけではなく、全ていいぐらいに楽しくやられてるってことです。そうですね、ちょっと人生楽しんだもん勝ちかなと思って。うんうん、すごい、めちゃくちゃいいですね、それは。じゃあ昼ドラム叩いて夜がバスドラムスさん、うん、バスドラムスっていうのはお店の名前なんで、うん、はい、ここは結構バンドマンとかミュージシャンとか音楽好きが集まるような酒場を経営しつつ、外のライブハウスとかいろんなシンガーさんとかのサポートドラムだったりとか、そういう活動を中心にやってますね。すごい。ちなみに今いらっしゃるこの背景も実はズーム背景とかではなく、お店ということですよね。お店ですね。すごい、モテる。後ろのお酒がモテる。すごい。ここが噂のバスドラムスですね。そうですね、やっている。いや、今日も22時から営業してるんで。あ、すごい。ラジオが終わってその後からということです。終わってその後から。わー、本当にありがとうございます。営業前にも関わらず、いや出ていただいて嬉しい限りです。本当に。普段は20時からオープンです、うん、あ、そうなんですね。今日だけ特別。そうですね、今日はちょっとこの出演があるんで、サブカルって何なのに出れるってなったら、もうちょっと営業時間伸ばしても全然大丈夫。優しい世界。ありがとうございます。ちなみにこのルルさん
からこの、まあ、この毎回私たち の、 あの提供をしていただいてということもあったと思うんですけれども、はい、どういったつながりでこの提供だったりあのルルさんとの何かあったのかなって思って、ね、私たちそれを全く知らないですよ。そう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 、申し訳ないのに。常連さん、いや、まあ、常連さんでもあるんですけど、うん、まあ、単純にちょっともう頼れる先輩というか、おお、で、まあ、ちょっと、まあ、告知みたいになっちゃうんですけど、今度ルルさんのバンドでちょっとドラムも叩かせていただくことになってる。あ、これ10月1日ですか？はい、行きます。お、あ、これからとは別で、あのポルノグラフィティのコピーバンド、あ、ルルノグラフィティのドラムをやってもらってます。すごい、なるほど、すごい、見たい。ルルさんが一番力入れてるバンドじゃないですか。ねえ、バンドでございます。すごい。うんうん、初めてスタジオ入ったんですけども、うんうん、もう1時間後ライブやるのかなっていうぐらいの仕上がりできてますので、うん、我々すごいですね。それはめっちゃ自信満々だ。どんどんハードルが上げれば上げるほどね、通りやすくなるから人間って。おお、自信がある方がね、あのみんななんか任せしたい、任せたいなっていうふうに思いますので、まあ、私からちょっと、ね、告知ですか。9月9日土曜日、はい、那覇市のサイバーボックスの方で、うん、第2回第13回ガンダムファイトで私ルルノグラフタツキさんと一緒に出ますので、おお、チケットリプ DM お待ちしてます。すごい、ありがとうございます。じゃあごめん、またタツキさんに話を戻して、ワイドソファーでもあるんですね。で、すごい、このドラムっていう、ドラム活動はいろんなバンドさんであのやられてるって感じなんですか今は。そうですね、うん、まあ、なんかあの今ルルさんの話にもあったように、うんうん、ルルノグラフィティのライブもあるんですけど、うん、まあ、直近だったらまあいろいろ結構やってまして、ちょっと告知大丈夫ですか。ぜひともたくさんしてってください。お願いします。一番近いのはこれちょっと見えにくいんですけど、ワットアットラズっていう県内のガーチャルバンドがサイバーボックスである8月26日にそこのアンナバンドっていうバンドのドラムで出演も決まってますので、おお、すごい。それとあとはあの那覇市のサウンズグッドっていう、もう、多分聞いてるお客さんみんなわかると思うんですけど、わかります。そこの周年祭が9月にあるので、そこのオーナーさんのケン兄さんのバンドのドラムもやらせてもらって、それの出演もありますね。チェックしてみてください。なんか引っ張りだこですね。本当に、何箇所今やってるんですか。そうなんですよ、楽しくて。変にもうなん、まあ、オファーが来ればいいと思ったバンドはどこにでも行きますよみたいな感じなんです。あ、もう全然何でもやります。あ、すごい、はい、こんだけ覚えられるのもすごいですね。うんうん、いや、もう楽しくてやってるんで、音楽やっぱり楽しいなっていう気持ちでやってるんで、もう下手うまいとか関係なく楽しい空間を作りたいんですよ。わー、素晴らしい。実際ライブ足を運んでもらったら分かるんですけども、うん、すでに楽しそうにドラム叩いてますので、タツキさんね。おう、そうなんですか。ただちゃんのよくニヤニヤしながら。トス、いやー、いい、絶対うまいんだろうなという、すごい聞きたい。コスの師匠ですからね、タツキさん。あ、コスさんの師匠なんですか。あ、そうですね、ケンニーさんのバンドではコックも一緒にドラムを叩いてて、めちゃめちゃすごい人だ。すごい、でもなんかこの私パッとこのタツキさんの印象がめっちゃメインボーカルみたいな明るい人だなって勝手に思ってしまってなんか声もすごい通るので、ね、歌も歌えそうだなって勝手に思いました。なんかちょこちょこウクレレボーカルとかでやったり、まあ、ドラム以外の楽器もちょっと参加させてもらったり、セッションとかもあのこのお店で主催しているので、うんうん、まあ、単純に音楽全般を楽しむっていう目的でいろいろ活動しているので、まあ、興味がある人は全然全然来ていただければ、え、じゃあバスドラムと言ってじゃあ歌ってよって言ったら歌ってくれ、そう、すぐ歌います。あ、すごい。でも僕が歌ったら君も歌ってよってやるんですよ。確かにそれはその通り。で、そんなあのタツキさんにお会いできるバスドラムスなんですけれども、営業時間やあの普段何時からこの何曜日っていうのもお聞きしてよろしいでしょうか。はい、はい、基本的にはもう不定休で、20時から朝の5時まで
すごい。ゆるりとやってますので。長い。でもちろん子供連れさんとか、なんかこう家族で来たいよとかあったら、うん、まあちょっとご連絡いただいたら、営業時間の方も早めとかでも全然できたり、イベントの出店とかも、あのお話全然聞けるので、そういう面でいろいろみんな活用していただければと思ってます。ちょっとこれ聞きたかったんですよ。結構ライブのポップとかフライヤー見ると、はいはい、人提供バスドラムスっていう名前をちらほら見るんですよ。お、私見たことあります、はい、うんうん、あ、ありがとうございます。で、ライブハウス行ったらなんか食べれるってことなんですか？お、確かにですね、ちょっとライブハウスとかに普段もお店で出してるんですけど、メインがキューバ産のちょっとお肉料理とかを結構アレンジして作ってるんで、ちょっと片手で食べれるようなサンド系をちょっとこう出店で持ってったり、日によってはハヤシライスとかガパオライスとか、美味しそう、たっぷりメニューも用意してるんで、あと甘いのだったらチーズケーキとかも、おお、すごい、自分たちで作ってやってるので、すごい手作りなんだ。それこそ女子会とかお待ちしてます。おお、やるしかない、これは、いいですね、これはでもなんかたつきさん自体が料理うまい、料理をやってたってことなんですか？そうなんですか。そうですね、ずっとあのバンド活動、東京とかにも行ってロックバンドとかでいろいろ経験はしてるんですけど、その傍ら飲食店とかでもずっと働いてはいたので、おまあ、ちょっとお酒の場も好きなんで、みんなでミュージシャンとか音楽仲間でワイワイできる場所を作りたいなっていう気持ちから、うん、バスドラムっていうお店、今年で3年目ですね。すごい、やらせてもらってますね。え、いい、ね、なんかこの今のたつきさんの好きが全て詰まってるなって思いました。この音楽もお酒も料理もっていうのがありがとうございます。もうチャンプルー精神で沖縄県民や待って、沖縄県民で合ってますよね。合ってます、合ってます。よろしくお願いします。一旦よろしくお願いします。使っていただきます。はい、スタートで、ということで1分間 CM でございます。参りました。にゃんきさん、どうぞ。はい、では続いてのコーナー行きたいと思います。エピソード1のイトジンドのコーナーでーす。ということで、ルール説明をななちゃんお願いいたします。はい、ここからゲストさん、たつきちさんを含めて人狼ゲームやっていきます。本日にゃんきちさん、たつきちさん、私でやっていくんですけれども、一人だけ人狼がいるかもしれない、いないかもしれないという掛け合いのルールになっております。はい、好きなお題30分ずつプレゼンするので探していってください。今週のお題は好きなカクテルです。第1番目ななちゃん、よーいスタート。私の好きなお酒はモヒートです。ラム結構好きなんですけど、モヒートね、あの結構爽やかで、あの最近飲んだ中でバカルディっていうあのお酒があるんですよ。バカルディにあのモヒートっていうタイトルのお酒が出てるんですね。もう最初からもう薄めるだけでモヒートができるタイプの。これに私あの家であのミント栽培してるんですけど、これを入れて飲むとめちゃめちゃ香りが立ってめちゃめちゃ美味しいんですよ。ライムとかはないんですけど、それがめっちゃ好きです。モヒートが一番推し。じゃあ2番目、にゃんきちさん、はい、よーいスタート。衝撃的なことが起こりました。かぶりました。私が好きなお酒、あのカクテルもモヒートなんですけど、でもなんなちゃんと全く理由が違います。私ゴールデンボンバーが好きで、ゴールデンボンバーの曲に酔わせてモヒートって曲があるんですよ。あるある。そう、それで、別にカクテル詳しくないのに、あのカクテル頼むときにモヒート飲みたいなって思って飲ませていただいたっていうのがあるんだけど、実はあの味は全然美味しくないと思ってるんですよ。好きな理由はゴールデンボンバーの曲名だからっていうので、ちょっとナナちゃんをおやってなっております。はい、さあ、よーいスタート。はい、僕の好きなカクテルはウイスキーとアマレットを1対1で割ったゴッドファーザーっていうお酒ですね。名前が、はい、基本的にはウイスキー好きなんですけど、まあ、このロックグラスで強いお酒を飲むっていう、この大人な感じのモテるかなっていう気持ち、かっこいいなっていう気持ち、なんかそれも相まって最高に美味しくなってるんで、まあ、僕はこのお酒が一番好きですね。ナウで飲んでるというね、信憑性高い。今回ちょっと短めで5分間使っていきたいと思います。まあ、ちなみに、カード4枚のうち3枚配ってますので、おのずと1枚カード余っております。まあ、先週の放送では、我々3名でやって、ちょうど平和村でしたねっていう感じ。嘘つきはいないかもしれません。いない可能性も、その辺も踏まえて、皆様
推理でコメントでしてくれたら嬉しいです。では議論スタートです。おはようございます。おはようございます。わーおーですね。にゃんきつさん、はいはい、にゃんきつさん、そのゴールデンボンバーの、うん、あ、めっちゃ好き。憧れる、まあ、お酒憧れなんで、ちょっと近いところはあるかなと思う。そうな、そうですよね。でも私、あのゴールデンボンバーのキーウィンショーがボーカルなんですけど、その人が、はい、酔わせてモヒートって曲を作るためにっていうか、このそのお酒を題材にした曲っていうのがその曲ぐらいしかないんですよ。だから、モヒートってどんなお酒なんだろうってめっちゃ気になって飲んだ唯一のカクテルみたいなところがあって、でも歌詞の中にあるんですよ、モヒートって。あの、はい、苦くてきついミント味、はいはい、あの頼んで後悔したモヒート、頼んで後悔したモヒートっていうのがあるんで、味は美味しくないんですよ。私は別に好きな理由が違うんですよ。味は好きではなく、はいはいはい、金箔が好きだから好きだなので、美味しいよ、美味しいって思っちゃって。女の子って甘い酒が好きじゃないかな。これ美味しさで言うと、ナンナちゃんとニャンキツさんも美味しくないで喧嘩するんじゃないかなって思う。真逆よ、私は美味しいだからね、うん。ニャンキツさんとか、あのストロー2本を刺してくれるお店があるんだけど、1個はミントを抑えて上に上がってこないようにしてて、もう1個はこの上の、うん、あのお酒を飲めるんだけど、うん、美味しいのよ、美味しいとね、美味しいモヒート飲ませたいね。やばい、いや好きなんだけど。コメントの方で沖縄のカリズさん、はいはい、きっとみんな本当のこと言ってると信じてます。信じ合いたい、難しい。モヒート的には女性はモヒート好きそうですか、どう思います？いや、モヒート好きな女性は多いんですけど。あ、そうなんだ。飲み屋観点からするとモヒートって結構お店の技量が試されるお酒でもあるんですよ。そうなんだ、味があるんだ。やっぱり結構いろんなお店のいろんなモヒートを、うんうん、飲み比べたりする、うんうん、あのお酒の方もいらっしゃるので。おお、すごい。でもいいお酒ですよね。美味しいっす。ミント1本だけっていうよりはちょっとなんか半分ぐらいミント入れててほしいんですよ。そう、なんか旦那ちゃんなんかチョコ系とかなのかなって思っちゃって、甘いのが好きっていう勝手な。逆に私は甘い、甘いみたいなお酒はあんまり得意じゃない。あ、そうなんだ。けどもうそんなに得意じゃないかな。まずい。タツキチさんはゴッドファーザーでございましたね。はいはいはい、おしゃれな、うん、ね、これは私がお酒疎いけれども知ってます、ゴッドファーザーであれば。あ、知ってますか。名前もかっこいいので1回でも覚えますよね、本当に。そうですね、映画とかでも結構ちょっとアウトロー系の映画を題材にしたところから名前付けられてるんで、うん、でジャック・ダニエルっていうウイスキーがやっぱり好きで、うんうんうん、そっちのバーベキューソースもウイスキーを使ってるんですけど。すごい、黒いラベルのやつですよね。そうです、そうです。ああ、エイジのなんで、まあ、僕は本当のこと言ってるかなって感じではあるんですけど、ね、言ってるかな。変わり果てましたね。いないかもしれないから。あ、ほんまに。ナンナちゃんは私は疑わない、タツキさんも疑わない。ニャンキジさんはなんかあのほろ酔いとかを飲んでるイメージが強いので、カクテルってやったら困るのかな、うん、そう、困るの。めっちゃチューハイしか知らんから、カクテル唯一知ってんのがモヒートくらいだった、金箔の曲で。逆になんか甘いお酒、うん、女の子がみんな好きなイメージあるから、うんうん、モヒートを女の子2人が選ぶっていう時点 で、ちょっとニャンキツさんの理由は信憑性あったんで、うんうん、これなんだったん怪しいのかなってちょっと思ってるんですけど。ミントを見せたい。ねえ、そこを行ってきたところがね、めっちゃ庭にモコモコしてるよ。あの、もう本当に雑草だと思ってる、めっちゃ生えてくるから。私も難しいねこれ。こういう時はチョコミントとかは嫌いなの、モヒートだけが好き。どうなの、チョコとミントは合わせられないってことか。チョコミントは食べず嫌いみたいなところがあって、なんかちょっと怖いんだけど。なるほど。モヒートは美味しい。いやー、どうはナンナちゃんを信じようかな、いつも騙されちゃうんですけど。あえてここに来てチョコミントは嫌いなんだけどっていうのを言うところがあんまり狼っぽくなくないですか。嘘ついてなさそう。まあちょっとなんかそんな感じはちょっと感じたな。チョコミントは好きじゃない。これタツキさんが嘘つきだったらびっくりしちゃう、どうしよう。そんなことないと信じたいけど。
マウゼマンズ僕吹いたことないんで。いや、それが嘘ですよ。それはさすがに嘘。議論時間は終了となります。はい、ヤキさんどうぞ。はい、では、議論終了となりましたので投票の時間となります。私が3、2、1というふうにカウントを取りますので、狼、嘘つきだと思う方の名前を呼んでください。で、ツイキャスご覧の皆さんは一緒にコメントで誰誰っていうふうに打ち込んで送信してくれたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、では難しいですが、決まった方は何かポーズをお願いします。 OK でもグッドでも良いでしょうか。お、OK ですね。では行きます。あと今回掛け合いルールですので、もしこの3人の中に嘘つきがいないと思った場合はいないというふうに同時にお願いいたします。コメントもいないでお願いします。では行きます。はい、では、行きます。そう、すいません、いつもなんて言ってたっけ、投票の結果ではなくて何でしたっけ。あ、思い出しました。この中に、狼嘘つきがいるのか、カウント取りますので、名前を呼んでください。では、いきますよ。いきます。3、2、1。いない。ランナちゃんで。お、お、やられた。嘘つきさんはランナちゃんに1票。1票で。私はいないと言いましたが、ななちゃんはいないと信じましょう。そうしました。ヤンキチななはいないになりました。ルルさんではお願いいたします。はい。2票、まあ、多数決でいないということになりましたので、はい、今回、釣り候補はいなく、いきます。信じ切ったこの村、平和が訪れたのでしょうか、ということでございます。人狼さん。カミングアウト。画面にいないけど私じゃーん。見えないけど人狼さんがいますね。けど見たー。ま、すみません。なるほど。番組のことあと2分少々でございます。では改めて、ハイビスロックの方から告知お願いいたします。はい、8月26日サイバーボックスにて、ワットアトラズ主催の、ハイビスロックフェスっていうバンドのあんなバンドでドラム叩かせてもらって、他の出演者もアイドルだったりとか、あ、高校生大学生のガールズバンドが出演するんで、絶対楽しいイベントになるんで、ぜひ遊びに来てください。バスドラムスもよろしくお願いします。いい、じゃあまだ時間ありますので、単独と周年祭の方も、そうですね、9月16、17でサウンズグッドが周年になるので、そこで、アニソンバンド、県内のアニソンバンドを集合させたイベントをやるので、そこのゴールドっていうケンニーさんがやってるバンドのドラムも担当させてもらうので、2日間ぜひ遊びに来てください。そしてまた時間あるんで、このサブカルって何なのに出演してるルルさん、ルルのグラフィティのバンドでもドラム叩かせてもらうんで、お忙しい、よろしくお願いします。9月9日土曜日サイバーボックスでやりますので、お、はい、集まれルルのポルノグラフィティ好き集まれでございます。すごい、よろしくお願いします。じゃあ最後、人狼さん、ナナちゃん、一言お願いします。一番好きなのはスクリュードライバーです。ちなみに、サイバーしてるの本当？あ、本当です、本当です。あ、お家にあるんだ。お家に森のようになんか茂みができてる、ロフトみたいみたいなこと言ってたから、そっか、そっちがそういうことかってなる。あの子たち台風でも借りないからね。すごい、そうなんだ。頑張った。それでバスドラムス引き続きよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。でも嘘ではない、嘘ではない、もう引いた2番目で好き。おぉ。ちゃんと飲めるんだね。大好きではあるんだけど、私炭酸が得意じゃないんですよ。